簡単だからね、ついてきて。はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。今日はですね、私7月にメイクレッスンを再開したんですね。レッスンを受けていただく皆様に一番のねお悩みをいつもねお伺いしてるんですけど、それがねほとんどの皆様がお悩みとして挙げられるのが、マスク生活でね口元や目元のねこの線が気になる、肌がねたるんだように感じるとおっしゃられる方がねダントツなのね。今ねこの YouTube をご覧になられている皆様の中にもねそういう方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、私もね自分のキャンプ動画とか見ていると目の周りやね口元の影やねたるみをねつくづく感じます。なんかねしぼんじゃった感じがするの。特にね疲れている時はねてきめんにお肌のね変化をね感じます。今回の動画はそんな私が日々意識していることやおすすめのケアをご紹介していきますので、最後までご覧になってください。私は前から動画で言っていますが、継続は力なり、お手入れも毎日続けることが大切なんです。私もスキンケアだったり、カッサマッサージしたり、毎日毎日何かしらコツコツケアをして努力しています。最近お仕事でエリクシールさんとお話しするね機会があったんですけど、特にね皆さんが気にしている目の下やお顔のたるみの原因っていうのは一つじゃないんですって。細胞や表情筋などが衰えると肌が下がった印象になってしまったり、肌のコラーゲンが減少するとしぼんでしまった印象になったりと、複数の要因が重なっているらしいんですね。しかもねそれは深いの。だからこそ肌に合った肌のね状態に合ったケアをコツコツと続けることが大切なの。とはいえねえ、めんどくさいと続かないじゃない。そこでね今日は簡単かつ効果的なメソッドをご紹介したいと思います。簡単だからね皆さんもね一緒にやってみてください。はい、ということでまずマッサージの前にこちらの化粧水と乳液で整えていきます。こちらは以前にも動画で何度もご紹介させていただいていて、私のねメイクレッスンでも使わせていただいてるんですが、エリクシールのエイジングケアの化粧水と乳液になります。どんなに疲れている肌のお客様でもこちらを使うと、張りと潤いに満ちた艶玉輝く肌にね導いてくれるの。艶玉があるとメイクが映えるし楽しくなっちゃうよね。詳しい内容は動画にしてますので、動画概要欄に貼り付けておきますので、よかったらチェックしてみてください。そしていよいよマッサージです。今回マッサージに使うのがこちらです。10月21日に発売されたこちらのエリクシールトータル V ファーミングクリームです。実はこれからご紹介するマッサージはこちらのクリームのために作られた独自のマッサージなの。こちらのクリームは私たちが感じるお肌の全部の緩みをケアできる超優秀なクリームなのです。エリクシールの先進皮膚科学研究に基づき、ハリをもたらす独自の技術を搭載したクリームなのです。
パッケージも近未来的で高級感があって素敵ですよね。化粧水乳液でお肌を整えた後、最後にこちらのクリーム、パール粒ぐらいね、このくらい、はい、このくらい取ったらお肌全体に広げていきます。5点に置いて広げてもいいし、私の場合は温めてから頬から伸ばしていきます。お顔全体にしっかりとクリームを塗布したら、58秒のオリジナルメソッドをしていきます。簡単だからね、ついてきて。まず手をこのようにしたら、親指を中に入れてグーを作っていきます。この部分を使っていきますね。この部分です。はい、そしたらお口はうの形を作ります。肌を押して、ぐーっと押してから持ち上げて3秒キープしていきます。はい、その時まず顎先から、はい、ぐーっと押して押し上げます。はい、ぐー、はい、そしたら今度はここね、はい、この頬の辺のところをぐーって押して、うね、持ち上げます。気持ちがいい。はい、そしたら今度は耳の下をグーッと押して持ち上げます。うわー、グー、気持ちいい。はい、そしたら今度、口角のところをうの形を作って一回グーッと押します。押したら持ち上げて1、2、3、口角から耳の横までいきますね。はい、押して、あ、気持ち気持ちが良すぎて変な声出ちゃう。はい、うんと押して、持ち上げて1、2、3、耳の横まで来て、耳の横押して、はい、押して、持ち上げて1、2、3。あ、ねえ、ほん本当にマッサージってね、気持ちいいのね。やったことない人はね、ぜひやってみてください。そしたら今度はですね、今のプッシュしていく場所は同じ場所なんだけど、口がイになります。これがね、ウの時とイの時で全然ね、なんていうのかな、あの、こう押した感じで効き具合っていうのがね、全然変わってくるのでね、これね、すごくね、楽しいですよ。いいね、イの口を押したら口角をグーって押して持ち上げる。はい、耳の下までいきますね。イー、押して、はい、耳の下グーッと押して持ち上げる。うん、いいね、いいね。今度は耳の横までいきます。口角から耳の横までいきます。押して持ち上げて1、2、3、押して持ち上げて1、2、3、押して持ち上げて1、2、3。はい、こんな感じです。今度は手のひらね、手のひらでまずフェイスラインから目の下を通って、こめかみまで、こめかみのところで10秒キープします。いきますね。はい、フェイスラインを通って目の下、そのままこめかみのところまで来たら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もうすっごく肌の血行が良くなってほかほかしてきます。このね、クリームの変化も面白くて、お肌にね、塗布した時はすごいみずみずしくてスルスルって伸びていくんだけど、マッサージをしているうちにねっぱりとお肌に張り付くような感触に変化をして、お肌をぐーっと引き上げるように密着するの。さっきね、ねっぱりというふうに言いましたが、ベタつくね、ベタベタする意味じゃないです。とにかく張り付くって言った方がね、いいかな。ベタつきがあるテクスチャーではありません。
お肌がもっちりとした感じがして、潤いと張りに満たされる感覚、使うたびにね、表情がね上向きになるクリームですね。58秒のメソッドは毎日のお手入れに簡単に取り入れやすいよね。 V ファーミングクリームと58秒のメソッドを合わせてすることで、張りのある引き締まったお肌に導いてくれます。はい、マッサージね、皆さんもぜひ、ナイトタイムのケアの時にねやってみてください。でもね、一番多分皆さんが気になってるのがね、じゃん、お値段だと思いますね。え、こちらのエリクシールトータル V ファーミングクリームは 50g 入って税込み11,000円。皆様今、1万円って思いましたよね。正直私も、1万円っていうふうに思いました。ドラコスならね、もう少しっていうふうにはね思いますよね。でもこちらのクリームね、こちらのクリームは適用使用すれば約5ヶ月間使えるそうです。月換算してみると税込み2200円。そう考えるとね、コスパはね悪くないんじゃない、むしろいい方だというふうに思います。ドラッグストアで気軽に購入することもできるし、エコ環境に優しい付け替えレフィルも販売されています。だんだん寒くなってきて、今年のクリーム何にしようかなって思ってらっしゃる方多いと思うんだけど、今購入したら来年の3月までね使用できるし、これからの乾燥の季節はね、これ一つで乗り越えられちゃうのもすごく良きでしょうね。良き良きよ。こちらのエリクシールトータル V ファーミングクリーム、気になる方はいつものように動画概要欄に詳細記載しておきますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、ということで今回は58秒で簡単にできるメソッドと、エリクシールから新しく発売になりましたトータル V ファーミングクリームをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンよろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。